どうも、本日ご紹介するのはこちら、B9 と呼ばれる、1943年から1944年のたった1年間にしか作られなかった、アメリカ陸軍、航空隊の、フライトジャケットになりますね。こちらのご紹介になります。まずこちら結構珍しい一着ですね。まずこちらの B9 と呼ばれるモデルの特徴は、このポケットですね。でこのアルパカライニングのマーカーになります。で前期と後期に分けられるんですが、それの方法としてはもうフードがあって、これが一体化になってるか、それかジップで分けられるようになってるかっていうものになりますね。最近だと N3B とかでもこうやってフードがジップで分けられるようなタイプもあったりします。そういったものだと大体後期になりまして、こちらは分けられない前期型、一体型になってる前期型になりますね。で、あとこの特殊一番の、その次の特徴としては、こうやって、本当にこちらって極寒用に作られたので、もうめちゃくちゃ寒いところに対応できるように作られてるんですね。当時だとその40年代のアラスカとかでの任務にも耐えられるように作られてます。本当にまさに第二次世界大戦中だったので、そういったところにも使われるように、かなりロシアとかと戦えるような、装備にしていました。でなので、この中のシェルライニングって言われる、詰め物ですね。これ大体その当時も中綿ポリエステルとかあったんですけど、これはグースダウンを使ってて、もうだからちょっと羽織っただけでかなり暖かいんですよね。もうだから本当にマイナス何十度とかの地域でも本当に戦闘でできるように作られたスペシャルな一着です。B9 着てみました。フライトジャケットなので、丈がロングじゃなくてちょっとショート丈になってます。ミドル丈ぐらいの丈感です。これ中に中綿入ってるので、結構もう9月下旬なんですけど、結構暑いです。本当に飛行機乗りが B9 ってボンバージャケットのような形なので、本当に飛行機に乗ってて、で爆弾を投下するときに機体が一回開くので、そういった時にすごい上空の寒さの冷気がいっぱい入ってくるので、そういった中でもかなり耐えられるくらいの暖かさですね。もう暑いですね、正直。ボタン一番上とかしてます。ボタン閉めると高いですね。ここもしっかりこんな感じで止められる。ここまで止めるとこんな感じですね。やっぱり B9 の一番の特徴としては、このウォーマーポケットと呼ばれるポケットと、ここのポケットですね。こんな感じで、これやっぱ2つはこうやって操縦席に座った時に、ここに入るようになってたりとか、結構考えられてるんですけど、意外とこの着た時の男らしいこの太さはたまんないですよ。最近だったのよくダブルタップスとか、そこらのストリートブランドは結構作ってますよね、この B9 を持ってました。ジップはちょっと破損してるんですけど、結構古いジップを使ってますね。あと、これ B9 の特徴の一つとして、これが本当動物の毛皮を本当リアルに作られてますね。ちょっとここだけ破けちゃってるんですけど、被ると結構あったかいです。いや、めちゃくちゃあったかいですね。暑いぐらいだな。で、ちゃんとここにエポレットもついてるとか。なかなかおすすめの一着ですね。ミリタリーの名作ですよね、やっぱりフライトジャケット。B9 フライトジャケット、いかがでしたでしょうか。結構フライトジャケットの中で、レアかつ、結構本当に、ここまで分厚いものって、しかもこのキャンパス自体なかなかなくて、レザーの生地ですとか、ほっ
とんどナイロンですね。この間紹介したあの CWU45P もあの近いナイロンだったので、まあ、そういった化学繊維を結構、まあ、あの新しい年代になると使っているので、やっぱり40年代とか古めになってくると、こういった陸軍とかでも使われてたカーキのキャンパスになるので、まあ、こういったフラッシュジャケットを集めるのもすごい面白いと思います。あとやっぱりこういったなんだろう当たりとかも出るのが古さの一つの面白さだと思うので、ぜひ見ない、なんか次なんかちょっと、古着屋とかで見つけてみたら、ちょっと手に取って眺めてみてください。結構本当面白いジャケットなので、こういうジャケットだとコートだと冬が待ち遠しいですよね。それでは本日も、ご視聴ありがとうございました。また次も、お楽しみください。それでは。